お元気ですか、ボクシビです。今日の夕飯はごめんなさい、また麺類でございます。スタミナね、力うどんでございます。で、牛肉ともやしと、キャベツをね、ごま油で食べて、さらにね、長ネギと餅を加えたスタミナ満点なうどんでございます。今日はね、仕事で忙しかったのでね、今日はね、またね、麺類でございます。本当言うとね、本当は米も用意しようと思ったんです、ご飯。そしたらね、うちの父がですね、全部ご飯食べてしまったというハプニングがあったんです。米炊くのはいいんですけど、結構時間かかりますからね。それで、麺類しました。で、お酒は銚子のサイダー割りでございます。今後はね、しばらくの間はね、夕飯動画だけにしますけどね、また11月になりましたら、1回や2回ぐらいかな、またプロ野球の開封動画やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日の夕飯動画と告知でした。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。